はい、D のんちギターレッスン、今日も始まりまーす。今日は、ロックギターにある、チョーキングを、初心者の方に教える、まず第一歩、の、チョーキング、このこれいいです。これをチョーキングと言います。はい、このチョーキング、半音をこう半音横にずらすんではなく、ここで上げる、または1音ここずらすんではなく、ここで持ち上げてっていくのではなく、みたいな、こういうのチョーキングと言います。練習の仕方は、まあ半音ずれたところの音を覚えて探すと、この音を探す、そして1音チョーキングも1音先の音を覚えて、そうやって練習してください。もちろん1音半上げても、上げれるなら上げてもいいし、これなかなか場所によって上げ方がね、違うね。この感覚を覚えるのはなかなか難しいんですけども、とりあえずチョーキングというのはそういうことだということを今日は学んでください。練習の仕方としては、こう半音先を覚えて、そこに行くまで指をこうちょっとずつ上げて、あ、ここが半音かとか、ここが1音だとか、こう自分で試行錯誤しながらやっていってください。これはもう結構難しいですからね、この場所によって結構違うんでね、一概になんていうの、ここはこれだけ上げてくださいっていうよりも音で覚えるしかないんで、これはなかなか難しいんですが、ギターにはそういうチョーキングという方法があることを今日は知ってください。それではまた、ブンブンチャオ。Thank you.